関羽。関羽、関羽。検案十四年十二月、二百二十年一月は、中国五圏末期の将軍。字は雲長。元の字は長政。司令家等軍会見。現在の山西将雲長支援国改修陳常、平村の人。子は、関平、関京。孫は、関光、関常。職官の創始者である劉備に仕え。 その人並み外れた武勇や義理を重んじた、彼は敵の曹操や多くの同時代人から称賛された。五漢から送られた風号は、漢寿抵抗。送り名が、総北公、または、総北公だが、死号は、歴代王朝から多数送られた、尺送り名を参照。悲劇的な死を遂げたが、後世の人間に深刻化され官邸、関聖帝君、官邸将君となり、 小説、三国支援儀では、雲長、関雲長あるいは観光、赤坊と呼ばれ、一貫して意味なをなざしされていない、大活躍する場面が壮麗に描かれているなど、前日の官邸進行に起因すると思われる、特別扱いを受けている。見事な修繕、髭イコールア髭、髭イコール頬髭を蓄えていたため、諸葛亮からは、殿と呼ばれ、三国支援儀などでは、 などとも呼ばれる。出身地から優秀軍に逃れてきた。黄巾の乱が起きると、義勇兵を挙げた劉備、張飛と出会い、張飛と共に劉備の護衛官を務めた。劉備が平原の僧になると、関羽は張飛と共に別虫歯に任命された。劉備は関羽、張飛に兄弟のように恩愛をかけ、張飛は関羽が年長者であることから兄のように従ったという。 三国子職子、長飛伝。しかし、関羽、長飛は、大勢の前ではあくまで、劉備を主君として立てて仕えた。助手を得た劉備は、呂布と争い、曹操を頼って逃れた。建安三年、百九十八年、曹操が呂布を破った時、関羽は、長飛と共に先行を認められ、曹操から中老将に任命された、歌謡国子、劉仙主氏。また、 この時、カムは、両夫の武将の旗記録の妻を目取ることを想像に、願い出たが、旗記録の妻を見た想像は、自分の側室としてしまった、食器。懸案四年、百九十九年、劉備は曹操を裏切り、助手志士の車兜を殺害し、助手を占拠した。この時、劉備は勝敗に戻り、カムが、可否の守備を任され大衆の事務を代行した。 建安五年、二百年、劉備が統制してきた曹操の攻撃を受け、敗れて炎紹のもとに逃げると、関羽は曹操の捕虜になった。曹操は関羽を検将軍に任命し、礼遇したという。曹操と炎紹が戦争となると、関は他史の戦い、関羽は呂布の交渉の長領と共に白馬県を攻撃していた炎紹の将の顔料の攻撃を曹操に命じられた。は、 元領の旗印と社外を見ると、馬に鞭打って突撃し、元領を刺し殺し、元領の首を持ち帰った。この時、炎将軍の諸将で相手になる者はいなかったという白馬の戦い。曹操は即刻上を表して、漢字抵抗に封じた。曹操は、関羽の人柄と武勇を高く評価していたが、関羽が自分の元に長く留まるつもりはないと思い、長領に依頼して、 カウに質問させたところ、カウは劉備を裏切ることはないことと、曹操への恩返しが済んだら立ち去るつもりであることを述べた。そのことを長良から聞いていた曹操は、カウの疑心に感心したという。顔料を打ち取るという功を立てたカウは、必ずや劉備の元に戻ると曹操は考え、カウに重い恩賞を与えた。カウはこれらの賜り物に封をして、曹操に手紙を捧げて、 別れを告げ、炎章に身を寄せた、劉備のもとへ去った。曹操はその義に感嘆し、勘を追いかけようとする部下に対して、彼を追ってはならないと言い聞かせた。劉備が炎章のもとを去って、慶州の劉表のもとに身を寄せると、勘羽も同行した。検案十三年、二百八年、劉備が、上陽の名神の諸葛亮を三個の霊で迎え徴用するようになると、 商品と共に不満を覚えたが、劉備は、自分と諸葛亮との関係は、魚が水を干しするようなものである、水魚の交わりと述べたという、三国志食師、諸葛亮伝。同年、劉表が病死し、曹操が慶州に侵攻すると、藩の地より南下して、工領を目指した、劉備の指示で、数百隻の戦乱からなる別動隊を率いた。途中、長坂の東洋で、 曹操軍の追撃を受けた劉備は抜け道を使って、貫津に逃れ、貫宇の戦乱と合流指南を逃れ、共に、加口に向かった、長坂の戦い。孫賢が劉備に援軍を出して、曹操を防いだため、曹操は撤退した、赤壁の戦い。賢安十四年、二百九年、慶州の南軍攻防戦では北道を封鎖したが、李通が手勢を率いて、これを攻撃し、 宗人を救い出した。また、関津で、女皇と満朝の攻撃を受けた、三国志義士、女皇殿。三国志義士、李通殿。劉備は、江南の諸軍を平定すると、関羽のそれまでの功績を評価し、上用大衆、東和田将軍に任命した。関羽は、長江の北の守備を任された。劉備が益州に入ると、劉備の入職、関羽は、諸葛亮と共に、 慶州の守備を任された。後に、劉備が駅州を攻撃すると、諸葛亮は、張飛、張雲らと、駅州入りし、慶州には関羽が留守を預かることとなった。この頃、上陽に駐屯していた、曹操配下の学臣と上陽郊外の青泥まで、進出して退治してたが、その攻撃を受けて、行ける日と共に逃走している。この時文平が、関羽の慶獣、軍船を焼いている。 三国志職士、選手殿、義士、学神殿、文平殿。慶州志士の風軍の守護の陽忠氏が下ってくると、関羽は、陽忠氏を高層に任命して、劉備のもとに使者として派遣している。三国志職士、陽忠氏殿。劉備が益州を征服すると、関羽の功績は、張飛、諸葛亮と同等と評価された。三国志職士、張飛殿。関羽は、 慶州の軍事総督に任命された。しかし、慶州の事務を一任された慶州地中の半不可市とは、不仲だった、機関、タスクさんンン、三国市クレジ、半孵化市伝。県案20年、215年、慶州領有をめぐる争いが解決しないことに合を、にやした、孫権の命令で、両網らが、調査、慶応、霊領の三軍を襲撃すると、 関羽は三万の兵を率いて、益陽に不尽。劉備も大軍を率いて、関羽の女性に駆けつけ、一時は劉、孫同盟の崩壊の危機に至った、三国志職士、千主殿。だが、関羽と通じた、調査の安なり、茶寮の三県と、洋州路寮の栄神県の関理らが、慶陽の陰山城で無本を起こし、さらにこの年、曹操が大軍を率いて、 韓中の長老を攻撃したことなど、これらが両陣営に和平の機運をもたらし、韓とシクの対談が実現した担当深い会談は尊権側のロシクのペースで進行し、韓はしばしばやり込められた三国宿レジ、シク殿。結局、小水を境界線とし、調査、江夏、慶陽は尊権領に南軍、武領、そして一度は奪われた霊領が、 劉備領となった、三国市職市、泉州殿。216年から217年間、長座安奈義郡の中老将の呉と中老将の縁、劉が寒武と規約を通じ再び反乱を起こした、三国市呉氏、旅大殿。県案22年、217年の露宿の死後、陸口に赴任した旅網は、寒を警戒する計画を密かに巡らしていたが、 表面的にはこれまで以上に関羽と親密に接した三国志レジ両毛殿。しかし、関羽の慶州での統治ぶりは、温徳と威信がよく行き渡っていたため、なかなか機会を得ることができなかった三国志倉治陸村殿。ある時、孫権から関羽に対し、関羽の娘に孫権のことの婚姻の申し入れがあった時、関羽はこれを断り、孫権を怒らせた。 建安二十三年二百十八年、法恩はあてで、曹操に対して反乱を起こし、関羽と手を結んだ。建安二十四年二百十九年春正月、曹操の武将の曹人と法徳はあてを陥落させ、高恩を切った。同年が秋、関ら軍臣らが劉備を関中王に推挙した。劉備が関中王を称するようになると、関羽は全将軍。 カリ節越に任じられた。その後、カンウは、水陸両軍を引き、この官兵、都督の長類らと共に、繁城を守る僧人を攻撃した。僧人の援軍として、七軍を引いたウキンが駆けつけるが、折からの悪天候により、大洪水が起こり、七軍は水没した。カンウは戦団を引いて、攻撃をかけ、ウキンと彼が率いていた三万の兵を降伏させた。さらに、 半城の北に駐屯していた宝徳を切った。また、この時、慶州市市の公を治南郷大衆野らが関羽に降っている。関羽は、半城を完全に包囲し、別将を派遣してが守る城用までも包囲した。さらに関羽は方々に印樹をばらまき、張り、陸根といった曹操領内の軍刀などが、一斉に放棄し、中原は振動した。同時に勢いに乗じた繁羽は城用の流法。 猛達に援軍を求めたが、神勲が安定していないことを理由に拒絶された、三国志職士、劉宝伝。曹操はこの事態に狼狽し、禅とまで考えるほどであったが、曹操の配下の芝居と、正渡は浮金を弁護し、これ以前に和議を結んでいた孫権を利用して、長江南を領有することを条件に、関羽を背後から攻撃させる策を提案し、曹操は、 孫賢と密約を結んだ。その一方で、女皇を派遣して、孫人を救援させた。これにより、関羽は、逆に、孫、孫両軍に攻撃されてしまうことになる。曹操の配下の唐明は曹操に、繁盛の将兵の士気を高めるためと、関羽の、我が軍への戦意を喪失させるために、孫賢が、殿と同盟を結び関羽の背後を攻めることを、 藩城の我が軍と関羽に漏らすべきですと提案した。曹操はこの提案に従い、徐攻を介して藩城の曹操軍と関羽軍に孫権参戦の情報を伝えさせた。この情報を聞いた藩城の曹操軍の士気は大いに上がった。関羽は孫権への備えを当初は怠らず、長江沿いに守備兵を置いていたが、呂蒙が病気と称して前線を離れたこと。 さらに公認として陸口に派遣されてきた陸村のヘリクだった手紙にすっかり油断ししまい、公領、公安からさらに兵、物資を前線に送ってしまったという三国宿れし、旅盟伝、陸村伝。さらに、武勤ら降伏した曹操軍の捕虜を養うために孫権軍の軍需物資を強奪したこともあった三国宿れし、旅盟伝。まもなく、孫健は 呂盲、リクソンらに命じて、関羽討伐の軍を起こした。劉備は美方に、南軍を、詩人に公安を守備させていたが、関羽との二人の人間関係が揺らいでいたことに目をつけた呂盲は、両名に誘いをかけ、寝返らせ、関羽の本拠地の公領、公安を奪った。その後も、リクソンらの働きで、慶州の劉備領はすっかり尊権に攻略されてしまった。 関羽は、常陽、繁盛を落とせないまま、女皇に攻撃を受けて敗れ、繁盛の包囲を解いた。その後、孫健は、関羽軍の市長を奪ったが、それを聞いた関羽は、常陽の包囲も解き、撤退した。関羽は死者を何度も、呂蒙の元に送り連絡を取ろうとしたが、呂蒙はその度ごとに、関羽や関羽の部下の妻子たちを捕虜にして攻遇している、ことを、わざと死者に知らせた。 死者の口からこのことを知った、関羽の部下たちは敵対心を失って、やがて、関羽の軍は死産し、大半の将兵が、孫権軍に降伏した、三国志クレジ、両毛殿。関羽は東洋まで引き返した後、孫権が香料に自ら軍を引いてきていることを知り、それを恐れて、西の麦城に寄った、三国志クレジ、クレシュ殿、両毛殿。 孫権から降伏を勧告する使者が派遣されてくると、関羽は降伏を受けるふりをして逃走した、三国志暮クレシュ主ン。しかし二百十九年十二月、臨訴において関羽は、官兵らと共に大路を立たれ、捕虜となり斬首された。関羽の首は、孫権の使者によって、曹操の死体を送られ、孫権は諸侯の礼をもって、東洋に彼の死体を葬った。 クレレキ。一方、曹操は、諸侯の礼をもって、落葉に、彼の首を葬った、関羽伝。勝負二年、222年、関羽を殺された劉備は孫権に対して、医療の戦いを起こしたが大敗を起死した。慶洋三年、260年、蜀官の二代皇帝劉禅より、総牧公、または総牧公の釈送り名を贈られた。カの子孫は、 食官の劣行の一人として続いたが、炎の教元年263年に、紹介らにより、食が滅んだ際、宝徳の子であった、宝徳が、関羽の一族を皆殺しにしたという、食器。ただし、王院の、食器は、非常に創作された逸話が多く、食心の陳樹、食心の孫である常も、関羽の一族が皆殺しにされたという話は史書に、残していない。 B.R. 僧女に登場する加藤軍の関安行や、東大の最僧艦派は、関羽の光栄とされる。東大には、武廟六十四章に、東朝以前の中国史を代表する六十四人の名称として、植官から長比と共に祀られている。現在、関羽十二代目の子孫を名乗る関信号なる人物が中国に在住するが、 関羽の子孫かどうか実際のところは不明である、今泉淳之介、関羽伝。春秋差し伝を好み、ほぼ暗唱できた。二百十九年に、宝徳から毒矢を受けた際、骨にまで毒が染み込んでいたために、肘を切開して毒が染み込んだ部分を削り取らせたことがあったが、宴会の最中であったにもかかわらずその場で切開させ、痛むそぶりも見せずに酒や肉を飲食し、 平然と談笑していたという。自信過剰なために、部下には、優しいが同格の次第部には、折り合いが悪い人物が多く、南軍大衆の美方将軍の詩人、慶州地中の反復かしらは、関羽と不仲であり、尊賢に降伏し、暮れ食勘で裏切り者として、笑い者になったという。孔中が、ご将軍に任じられた際、関羽は、 あんな老いぼれと同格になれるかと不満を表し、全将軍への就任を拒否しようとしたが、死者である騎士に収められると、彼の言葉に大いに感じ入り、過ちを悟って即座に拝命した、三国志職士、騎子伝。敵方でありながら、長領、徐皇とは、信仰があり、彼らとは互いに尊敬し合っており、風古では長領は勘を兄弟と呼び、初期では関羽は徐皇を王へと呼んでいる。 三国志を表した陳氏は、関張りうき、長伝えの最後に、関羽、張飛二人の人物表をこうまとめている。帝育からは、関羽と張飛の武勇は一万の兵に相当すると評価された。三国志義士帝育伝 BR 各家も、同様に、張飛、関羽は共に一万の兵に匹敵するとし、劉備のために死をもって働いていると評した。BR、明は、 関羽、張飛は、劉備の右翼であり恐れるべきであると評した。BR、勝負元年、221年、劉備が呉に報復を行うかを、曹丕、文帝が進化に図った際に、進化は、職は、小国で、名将と呼べるのは、関羽一人でございました。その関羽と慶州を失った以上、職には、戦う力がないので、報復などを行えないと答えている、三国志義士。 竜アキラデン BR 同じ竜アキラデンには、竜蔵軍に、冠とする将たりともある。BR。風子には、長飛と共にその武勇と義は、天下に知れ渡っており、諸葛亮と合わせに人血であって、この三人が劉備を助けているのだから、諸を平定できないわけがないと語られている。また周囲は関を長飛と共に熊虎の将であり、 劉備から切り離し自らが使わしめば、大事を定めることも可能であるとした。三国主呉氏、周遊伝。縁飛とは、張飛と共に、劉備を支えそうがとなった腹心の武人であるとした。一方、両立からは、自分の有名を頼んで、諸突盲信し,したため、前後のセム役で、たびたび兵を失う原因となったと批判された。小説、三国支援義では、 身の丈九9尺、五貫、三国時代の尺度で、約216センチメートル、2尺、約48センチメートルの髭、熟した、夏目、イコール夏目の実のようなと形容される高岩で、重さ82斤五貫、三国時代の尺度約18キログラムの、清流円月刀、霊園の小切り、霊園巨と呼ばれる大なぎなたを持ち、石戸場にまたがっている。 主人公的存在だけあって、史実に比べ、活躍は非常に華々しいものとなっており、例えば、など、講談や原曲、狂撃、儀曲などでの創作が積極的に取り入れられている。名馬関とについては、両夫の死後曹操が持っており、降伏した、羽の心を得るべく、譲ったことになっている。曹操からの贈り物はに夫人への贈り物を含め、 すべて封印した関羽であるが、この馬はツ日タチに地里をかけると知っております。今幸いにこれを得たならば、もし兄者の行方が知れましたとき、ツイにして会うことができましょうぞとして唯一これを受け取り、以降は関羽の相場として活躍する。また、養子として勘平が、次男として赤凶、三男として赤策が出てくる。生死によれば、勘平は実施。 石凶は諸葛亮にその才能を評価されていたものの二0数歳で亡くなっている。石作に至っては、生死やその中にも一切記載がなく、後世に作られた伝承、花石作伝の登場人物を流用したもので、実在しない人物だと考えられる。赤壁の戦いに敗走した曹操を火謡で待ち伏せるが、憔悴した曹操を見かねて休音により見逃す。 このことを諸葛亮に咎められ、死罪を言い渡されるが、玄徳の取りなしで事なきを得ている。死後に、呂盲を呪い殺すとされているが、義理堅い関羽の印象にそぐわず、また非現実的であることなどから近年では削除されることもある。その場面によると孫権は関羽を処刑した後、祝縁を開いて、呂盲を第一の功労者として神座に座らせ、呂盲に親しく、 坂を渡す。旅網はうやうやしく、坂を受け取るが、突然その坂を地面に叩きつけるなり、尊敬の胸ぐらを掴んで押し倒し、青い目の小アッパよ、拙者が誰かわかるか、我こそは、赤雲長なりと大活。宿縁に列席していた一同が顔色を変えて、平服すると、旅網はばったりと倒れ、全身の穴という穴から死ぬことになる。 カウの魂が乗り移ったように描かれている。またその首を送られた曹操が戯れに、お変わりありませんでしたかなと声をかけると目と口を開いて睨みつけ、曹操を驚かせた。その後、曹操は、カウの亡霊を恐れ衰弱し病死したとも、語られている。またカウが斬首された後、その霊が玉仙さんの浮上という層の前に、同じくして死んだ官兵と終僧、それに、 家臣の霊と共に現れ、クレや旅網に対する恨みを綴るが、不条の説得により成仏するという話もある。不条という人物は、話によっては、ンウを以前助けた人物だとも、ンウが死んでから百年後にいた人物だとも言われており、存在した年代がはっきりしておらず、フィクションなのか実在したのかさえもわからない。陸長時代の道教における、深格化された人間の一覧。 心霊異業図には、曹操、劉備はいるが、関羽はいない。陸長時代ではまだ、関羽の評価は固まっていなかった証拠と言える。北曹期、関天使聖果で、朝天使が関羽を呼び出す話があり、この頃には人間に呼び出される程度の扱いであった。民発に書かれたとされる、同胞絵元には、石原水と記されており、この時点で、かなりの地位の向上がある。その後に、 経典大帝石聖帝君として神格化された。神格化されたのは仏教よりも後なのは確かである。その仏教では、当代の京南節度志高領院、廃校重修玉泉石病期に、随大の知義善師のもとに、関羽が現れて、僧房を提供し、守護神となったとする話が載り、南宗記に書かれた仏祖陶期には、知義善治のもとに勘の霊が訪れ、 仏法に敬したいと壊れた禅師が容大に奏して、関羽を、ガラン神、ガラン菩薩に封じたとしている。現在では、関帝菩薩とも呼ばれている。儒教では五文章の一人、文公制定とされて、賛成封死と呼ばれている。封じられた時期は、はっきりしない。岳より、文の面が強調されており、台湾などでは受験の際に礼拝される。政治面から見ると、 乱世の中で特定の個人に対して忠誠を尽くした幹部は異牲者から見ると称賛すべき人物であった。そのため、北宋の基宗皇帝が釈送りなのただし恵ぐみ皇后に竹康夫として封じ、数名新君とした。その後、南宗期には義勇竹康夫とされたと伝わる。民発には新皇、京天五国中義絶正大帝とされてから、 奇想皇帝が三階福魔大帝新縁新天尊関,関聖帝君に封じ、神代に入ると順次三角が忠義神武官制大帝として、後に戦闘帝が忠義神武霊遊飛都市遊戯見解制大帝と次々と追蔵している。多くは王朝初期と末期に追蔵がされており、政策の一環や国内外の情勢が垣間見える。なお新朝が公認した。 官邸信仰は、満州を、劉備、猛虎を関羽になずらえた、兄弟血命を背景とし、猛虎との関係を維持する目的もあった、除家、清志冷瑠衣装、サイ瑠、石官武猛。同時に、信頼には県に必ず、孔子を祀る文廟と官邸を祀る武廟を混流させた。孔子廟が、中華人民共和国初期に多数破壊された結果、現在では、 官邸病が単独で多く、各地に残る結果となっている。一方、民衆の人気も高く、各地の中華街には、官邸病が混流されており、日本においては、横浜中華街と神戸南京町の官邸病が、著名である。水古殿には、関羽の子孫である官章が、仙綾原。摂武前殿には、官章の戸跡鈴がそれぞれ登場する。 また民間伝承では玉帝に比する左玉皇とされていて赤恩詩とも継承される。なお民間では官邸の生誕日を5月13日もしくは6月24日としており、台湾では旧暦6月24日に祭りが行われる。カウのプロフィールについても民間伝説により保管されている。千士方小説草稿は寝台に発見された。 関羽の母妃なる者を根拠に、関羽の少年を延期三年六月二十四日とし、父の名は関武氏、妻は腰であるとする。さらに、韓平を関羽の実子とし、講和元年に生まれたとする。中国連合準備銀行が1938年から1945年まで発行していた従元紙幣に肖像が採用されていた。強での役は、 主な四つのキャラクターのうちの生、シェン、ションイコール男役の総称。男役の中でも、武人、英雄などは、竹夫、ウーションと細分化して呼ばれるに分類されるが、特に、暮れない性と呼ばれ、専門の役者が演じる。顔は、造作の線を除いて、忠義を示す赤い色に塗り、完璧な忠義を表現する。その一方、カンを演じる役者は、 化粧の時恋にその顔にほくろや黒い線をつけるなど、完璧な熊取りになることを避ける。これは、神として扱われる存在に対して、劇中の関羽は、人間の行う模倣であり、官邸そのものではないという、強劇関係者の関羽に対する礼儀と遠慮を表す、ための伝統である。歌舞伎の演目にも、関羽がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。